ゃあエンディング聞いていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくお願いいたします。ということで今回はヤンキーさんの無敵を聞いていきたいなと思いますけども、アーティスト名にめちゃくちゃビビりましたね。いや、ヤンキーものの作品にヤンキーさん、ヤンキーさんだよね、よっぽどヤンキーさんではないはずなんだけど、いや、ヤンキーとヤンキーってね、おーと思ってさ、ほんでやっぱ Google 先生かけるわけですよ。お恥ずかしながら本当に僕ね、狭いんですよ。本当に全然いろんなアーティストをまだ知っている途中でございまして、だから名取さんもね、 OP の名取さんも初めましてだったんですけども、ヤンキーさん、多分ヤンキーでしょう、ヤンキーさんも初めましてだったんですね。だから Google 先生をやって、でまあヤンキーアニメからのヤンキーさんと来たら絶対ゴリゴリのヤンキー来るじゃんみたいなさ、騎士団みたいな感じで、もうこんなんなんだろうなっていう風に思ってパッと検索したら、あれみたいな、めちゃくちゃ綺麗な方じゃん、どういうことみたいなあれみたいなさ感じになって、で俺ごめんね、英語苦手なんですよね、いつも言うんだけどね、外人なんだけどね、使えない方の外人ってことで、これみたいな、英語読めないんだけど、それにしてもヤングキーさんなのかな。いやでもこれ普通に言ったらこれ大概ヤンキーって読むよな。いやでもいくらなんでもね、ヤンキーアニメにヤンキーさんはね、多分違うやろうななんて思いながらね、コピペして英語読み方ってやったらヤンキーって出てきた。ヤンキーやヤンキーやってなって、でもゴリゴリじゃねえぞみたいな、ゴリ金属バット持ってさ、金属バット持ってなんかこんなんなってね、ヨーランセオータリゼントではなかったわけでね、めちゃくちゃ綺麗な方で、どういうことみたいなごめんなさい、初めましてだから、はじめましてだからね、自然と名前から入った時に、おやみたいな。ヤンキー作品、おやみたいな。見た目が、おーみたいな。どっちみたいな。これじゃないのみたいな。これじゃないのおはいみたいなね。ちょっと驚きから入りましたけど、はい。そんなこんなでね、聞いていく、無敵ということでね。行きましょうか。レッツラ、ゴー。光のような片割れなんだ、君を守るから、ヤンキーじゃない、ヤンキーだけど、ヤンキーじゃない、落ち着いた感じからの、おー、分かってるって顔して、めっちゃいい声やな。めっちゃいい声してるわ。かっこいい声してる。美しい見た目とこのかっこいい声がたまらんな。冒頭はこうなるんだ。ちょっと変化。いいね。すごいよ。 OP も良くて ED も良い、素晴らしい。これね、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、当たり前じゃないからな、なんていうか俺の中のちょっとした理論みたいなものがあるけど、 OP でハードル上げると ED 結構大変だと思うんだよね。まあ印象値的なところでもやっぱ ED って、まあ、ちょっと落とし気味なね、風潮が結構あったりするんで、まあね、自然とそのインパクトで OP にちょっと負けちゃうみたいなことは全然あると思うんですよ。そういうのはね、みんなもわかると思うし、でも別にインパクトが全てじゃないところもあるんで、ね、バラードにインパクトを求めてどないすんねんみたいなところなんで、そこじゃないよねみたいな。だから、どっちも良さがあっていいんだけど、だから、この ED に関しては、一応は、お年寄りの、
あの、落とすって意味ね。曲調を落とすよりの、落としよりの、落としよ、日本語ってむずいな。マジでむずいな。うん。それに気づけるだけまだいいよね。多分何も言わずに言ったら、お年寄りの曲なのかなあれみたいな。演歌なのかなみたいなさ。よう分かんないことになっちゃうんだけど、はい。落とし気味な。落とし気味な。まあまあまあ、ED 風。わかんない。語彙力。足りない語彙力を人から取りたい。こうやって、ちょっと、引き出し上げてね、あ、これええやんって言って、こう、シャ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 ってやりたい気持ち。はい。だから、それなんだけど、ただちょっと、明るい要素のサウンドも入ってるというか、うん。だからエンディングで完全に落としてっていうわけではなくて、それにしてもね、気分を落としきらないみたいな。やっぱエンディングってそういった風潮はあるからね。で、それはそれでいいんだけど、なんか、俺的には、やっぱね、常ハッピーエンドが好きだったりとか、だから作品でバッドエンドとか俺絶対見ない。まあ、見ないとわかんないんだけど、ケツは。だけど、基本的には見たくない、バッドエンド。だから2周目するときはもうあんまりこう、バッドエンドは嫌だな、みたいなタイプなわけよ。もうどんな無理があったとしてもハッピーエンドになってほしい、みたいな、そういう気持ち。曲調一つにしてもそうかもね。アニメのエンディングとかっていうのが明るいと、ちょっと嬉しいなってなる。うん、落としたからといって嫌だとかじゃないんだけど、なんかね、学校のことを思い出すわけよ。学校終わって帰って夕方ぐらいになってさ、6時、6時半とかさ、それぐらいでなんかアニメ見ながら外を見たら、ああ、もう夕方、あ、夕方か。もうそろそろ暗くなるな、暗くなって、明日学校で早く寝ないと、ああ、明日朝だるいな、みたいなさ、わかる？だからそれを思わせるものっていうのが、やっぱアニメのエンディングでもあるんだよ。わかる言いたいこと。だから、なるべくちょっと明るくてそれを忘れさせてくれるみたいな、そんなようなものを求めちゃってるのが体に染みついてる。っていうお話は一旦置いておいて。だからね、すごいんだよ。これはもうさらっとそのハードルっていう意味ではね、超えてきてんな、みたいなさ。もう本当にどっちもどっちで最高、みたいな感じなんだけど、いろいろと印象がね、違ったというかさ、印象が常に違うな。だからまず、ヤンキーっていうネームから入ってもゴリゴリやんみたいなね。絶対これ、これやぞみたいな。これからのこれやぞみたいな。ね、やるぞと思ったら、あれなんか、綺麗な方出てきたぞみたいな。これで合っとんのかみたいな。ちょっともう、やっちゃったもんね。これでスクロール。ほんま大丈夫かなみたいな。本当みたいな。リーゼントおらんけどみたいな感じでね。見たら、いや、合ってるぞみたいな。ほんで聞いたら、めちゃくちゃ、クールな。ねえ、感じの声でさ、なんか、1点、2点みたいな感じで、良さが常に来てるみたいな。わかる。ちょっと新参者がゆえの、新参者がゆえのリアクションだと思っていただければ、知ってる方にとっては、当たり前だろうがっていうね、感じなんですけども、本当すいません。本当にね、まだまだ、狭いんで、本当に狭い兄さんだっていうふうに思っていただければ、嬉しいですっていう、そんな、こんなです。はい。もう一回、ちょっとね、一周目では全部は聞けないんで。はい。で、歌詞も最初にね、読みました。僕の感覚としては、さくらくんの視点で歌ってんのかな、みたいな。で、そこで出会った梅さん、みたいな。ね。まあ、そういった意味では、光と闇っていうところでうまく描けてるのかな、みたいな。ね。その闇から救ってくれてるっていうのが梅さんである、みたいなさ。で、やっぱこの学校の存在がまさに光だと思うんですよ。まさにね。だから、梅さんもそうなんだけど、やっぱこの、光っていうところに今まさに彼もねどんどん変えられていっているっていう感じをするんで、なんかそこもね雰囲気を感じたなっていう感じです。光のような片割れなんだ、君を守るから無敵だよ、胸が痛いよ、壊れるほど。いいね、この変則的な始まりがまたいいよな。落としで入ってからのこのリズムのさ、変則的な。アーティストのソングって感じ。何が言いたいかって、アーティスト的なソングって意味わかんないじゃん。アーティストソング。そういう話じゃなくて、バンドソングとアーティストソングってまたちょっとね、違ったりするんだよね。で、さらに、中でも、なんだろうな、バンドっ
って、例えば、スタジオで、ちょっと合わせてみるか、みたいな。合わせてみて、できた、ロックなサウンドっていう、まあ、スタジオタイプと言えばいいのかな、わかんない。そういったタイプもいれば、結構ロジカルに、やるタイプもいるわけよ。まあ、結構それはね、分かれるところもあるんだけども、だから、それ的なものも一つ。で、やっぱ、まあ、ロジカル寄りというか、ね、そんな雰囲気を感じますね。だから、まあ、俺的にはそういう歌い手さんとか結構ね、複雑な印象あるんだよね。トリッキーというかさ、もう遊びまくってるみたいな感じ。アーティストゆえの感性で。だから、この始まりもあんまり聞いたことないね。てか、聞いたことない。聞いたことない。うん。で、最初からちょっと掴みに来るようなさ、新しいものを届けてくれる、うん、アーティストですね。はい。で、いい声なんだよ、また。甘いんだよな。クール、甘い。このキャラたちに合う感じ。だから、いいね。全部、いいね。うん、すごく好き。明るいね、やっぱり。おすげえ。超いい。ここなんか好き。なんかは、なんだろう、すごい女子に人気そう。なんか女子、なんだろうな。こういうのできそう。何これ？裁縫か。見ての通り、すごいゴリラくんですから、裁縫とか余裕で自分の指を、縫うタイプなんで。だからね、そういうのすごいできそう。細やか。手先が器用。なんかそんなような気がする。わかる？言いたいこと。いや、いいな、この曲。マジで。で、ここいつもバチってんだよ、本当に。いい、この安定感。この後ろに倒れていってる兄ちゃんは、誰だ？で、ここの真ん中にいる兄ちゃんは、誰だ？っていうことをちょっと考えつつ、で、若干梅さんにも見えるけど、梅さんではない。雰囲気梅さん？髪色が若干違うよな。どうなんだ？ちょ、念のため。コメ欄で。よし。おお、あの3人は一緒にいるんだ。いいね。すごくいい。あー、素晴らしい。もうね、作りがパーフェクト。もう始まりからケツまでアーティストしてるっすわ。本当に。いや、でさ、いや、マジでさ、いや、ヤンキーなんでしょ？ヤンキーなんでしょっていう、この、なんだろう由来なんなんだろう、由来が気になる。由来。なんで？うん。由来は初めて J-ROCK、J-POP で感銘を受けたアルバムが、おお、米津さんのヤンキーだったことから、すげえ大好きじゃん。あ、そ、だからか。だからか。そっか。そのトリッキーさ。ね。アーティスト感というかさ、ロジカル。うん、ザ・ヨネズさんなんだよね。歌い手さんとか、ね。そういう雰囲気を感じたけど、うん。ヨネズさんの楽曲とか、メロとかも、やっぱすげえね。一発じゃよっぽど覚えれなくね。カラオケで歌いたいな。ヨネズさん大好き。カラオケで歌おう。あ、新曲出る。聞いてみよう。うん、無理。みたいなさ、一発目で覚えれねえじゃん。何個か僕ね、ヨネズさんの歌ってみてあげたんですよ。全部クソむずいな。ティーネイジライオットだっけ？あれは、まだわかりやすいメロだったんだよ。ところがどっこいで、Cメロでやっぱ破壊しに来るんだよね。難しいんですよ。ヨネズさん。それ以外はもう大変。
全部大変、全部大変。普通にストレートそうに歌ってもストレートじゃないもん。ヤンキーさんもまさにそうなんだよ。あ、ここストレートかなと思ったら、あの歌い方が細かいのなんの。はあ、そういうことね。すげえ納得、すげえ納得。うん、やちいわ。なんかまた新たな出会いをしたすわ。声もいいし、ね、このイメージから入っちゃったけど、ね、このイメージでこれでこれだからさ、これからの入っちゃったんで絶対ゴリゴリだなと思ったけどね。うん、いやめちゃくちゃ良かった。はい、ということでね、時間かかりましたけどね、 OPED をね改めて聞いていきましたね。で感想としてはね、本当にどっちもすげえ良かった。うん、僕結構なんでしょうね、まあトンチンカな割にはね、こんな感じの割には曲の好みとかって結構まあだいぶはっきりしてるというかね、まあもちろん何かをこう絶対に聞かないみたいなよっぽどないからさあれなんだけど、でもやっぱね、これ刺さるぞみたいなものってみんなそれぞれストライクゾーンあると思うんだけど、やっぱ両方とも OPED ともにね、刺さっていくすげえサウンドだし、やっぱね、作りっていうところで俺結構感動するんですよ。その細かさだったりとか、まあ、丁寧さよね。そういったところで、わあこれ聞いたことないとかさ、新しい出会いをくれたりとか、唯一無二の声とかさ、うん、その唯一無二の声っていうところにしてもそうだし、やっぱ1秒だよね。その1秒でどういう風に相手を捕まえに行くのか、しっかりとこの楽曲も捕まえに行ってんだよね。話さねえよみたいな。すごいよ、魅力的、深い、深いっすね。うん、深い深い深い。一曲じゃ分からんすわ。うん、もっと本当にいろんな曲を聴きたい。で、一曲を何度も何度も何度も聴いて新しい発見をするタイプの曲ですね。うん、完全にそう。完全にそう。うん、って感じです。はい。なので、本当にね、皆さんね、OPED 早く聴いてよっていう風にね、言っておりましたけど、本当申し訳ないね。本編が面白すぎて、次撮ろう次撮ろうあーみたいな、次撮ろうの時に毎回、あ、本編行っちゃったみたいなね、やらかしましたけど、これでやっとね、みんなと、ね、アニメ勢のみんなと同じ位置にやっと立てたのかなっていう風に思いますんでね、ここから一緒にアニメ勢は一緒に楽しんでいこうぜっていうところと、原作勢に関してはね、新米がね、こういう風に入ってきたんで、優しくいろいろと教えてくれると嬉しいです。まあ、すでにだからコメント欄ではね、いろんなことを優しく教えてくれるね、お兄ちゃんお姉ちゃんたちが来てくれていて、すげえ毎回勉強になったりとか、ね、楽しい感じになってるんで、なんで、もしもこの動画とか見てる方がね、ウィンドブレーカー、ね、僕もだからリアクション動画出してるんで、見てみようと思ったら見てもらって、で普段見てる方もコメント欄をね見てほしいんですよ。この俺のチャンネルっていうのはコメント欄ありきで完成するんで、俺が発信して終わりじゃないんでね、コメント欄ありきなんで、ぜひともコメント欄も見てもらって、あ、こういう感じなんだみたいなさ。だからなんか OPED とかやるときもそうなんだけど、それぞれのアーティストにはファンがいて、でそのファンたちがやっぱいろんなことを教えてくれるのよ。不況なんだよね。ありがたい、ありがたい、本当に。知りたい身としてもありがたいし、そのアーティストとしてもそれはありがたいし、そういう風に布教してくれるのはね。だから、よりそのアーティストをね、知るっていう上では、俺はこの後のコメント欄がすげえ楽しみ。で、皆さんもぜひともこのコメント欄も、アニメ本編のコメント欄も見てほしいです。マジでコメントを合わせてみると全然違うから。ね。だから流しながらちょい見たらいいや。ね、俺の動画見ながら、ちょいちょいコメントも行きながらみたいにやると、あーみたいな。なると思いますので、ぜひともね、そちらも合わせてみてください。ということで、今回はこの辺で最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!